はい、半幕の本家の半幕岩先生です。本物の貴族です。人間の上の知能の生物です。人間とは違います。でですね、人間から全員での攻撃は一般的には、上の生物なんで一人で受けられるんですけど、対応できるんですけれどもね、ハイテクをうまくね、宇宙にあるハイテクをうまく動かせますとかですね。で、ただね、敵というのは宇宙全体から来まして、人間よりか知能が高い上の生物の敵も多いんですよ。だから人間も動かしながら、その宇宙生物がね、全体でもっと多いんですね。めちゃめちゃ多いんです。それに対抗しないといけないんで、地球の中で人間に一人、敵で来たとしたらね、宇宙生物の、人間よりか頭のいい宇宙生物が力貸すわけですね。で、どん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 増えていきますね。で、それに対して対抗しないといけないわけですね。で、人間たちが、をですね、動かしてですね、宇宙生物が私に攻撃するということはしょっちゅうしてくるわけです。で、人間の脳波というか、真似して入ってきて、人間みたいにして話して、人間が話しているようにして、人間の、横にいるね、上の生物、販売用先生に攻撃するには、その人間を動かさないといけないんですね。だから人間の真似して脳波で話して攻撃してくるわけです。人間たちはそれが人間だと思っちゃって、それで一緒に動くわけですね。で、ちょっとお茶ができたか、ちょっと。で、その攻撃に対して人間たちも嫌い、ね、その宇宙生物だと分かってもね、私に攻撃したい人が多いですから、上の生物だから。で、またこれ人間だよっていうことでね、広めて一緒になって攻撃してくることが多いんですね。で、人間よりか知能が高いんで、その宇宙生物というのは強いんですね。人間よりか強いんですよね。まあ、そういう時がチャンスなわけですね。その上の人間よりか自分たちが強いね、生物が、その地球にいる半魔岩先生に攻撃するというのが非常にチャンスなんで、一緒に来るんですけど、ひたすらね、人間でそれが分かんない人が多いんでね、で、ことでもあんまり暴れるという理論でね、解決するのが一番大事なんで、喧嘩しないでね。で、それが一番大事なんですけども、そういうふうにね、分かんない人たち、人間で分かんないと。で、宇宙生物がメインで人間を動かしてね、私に対して対抗してきてるということね。しょっちゅう来ます。なんか、社会の動きでもなんかね、上の宇宙の生物が、人間が知能高いのはね、私に攻撃したいということで、なんか人間をうまく利用してね、暴れさせて攻撃させるっていうのはしょっちゅうなんですね。で、分かんない人はそれにね、乗るんですね。俺たち人間たちだと思うんですよ。違うんですね。ほとんどね、私に対しての攻撃というのは宇宙生物で、人間よりか力が強いですね。で、それをよく知らないといけないわけですね。で、私の方が力は上なんですけど、私一人しかいませんからね。まあ、言うなれば、ターミネーターみたいなものを作って動かしてね、人間よりか頭のいい強い生物、ターミネーターですね、ロボットみたいなもんですね。まあ、もう生物になっちゃってますけど、それでね、戦闘で送って、処置しないといけないんですね。で、人間自身ってね、
実際の話は聞けませんし、無病みたいな感じで生きるしかないんです。現実はもう外れちゃってるし、現実はすごく難しいものだし、聞くことができないんですね、何一つ。だから話したり聞いたりすることって、人間は仲間同士団体で700年後分かるという内容で話しても、その内容でも団体で結集した内容でも間違ってるんですね。全部間違ってるんです。だから話させられたり、人間と話するともう無意味だから、私は切るということでね、総合的に話してね、伝えるとか、私の人工知能の方で人間よりか頭いいのを作ってるんで、脳波で話してやってるんだけど、それが嫌だで、直接こっちに来るのはちょっと問題がある。ちゃんと話してあげてるんですね、人間に通じるようにね。ただ長くどん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 ね、簡単な話から全部教えていかなければダメなんですね。ビデオでも撮ってるんだけど、全部読まないね、全部読む必要があるわけです、分かるには、私に近づくにはね。それが分かってなきゃ何しても通じないわけですよ。で、ちゃんと用意してるんですけど、面倒くさいということがね、勉強。そうなんです。たくさんありすぎて覚えきれないですよ、人間の場合。だから話も聞けない、聞くまでいけないんですね。量が多いんで。ただ、長く長く勉強していけば、記録、ちゃんとビデオも撮ってますし、ね、YouTube の方でちゃんと記録残してますから、通じるようになるかもしれない、700年後とかね。だからちゃんと用意してるんですよ。で、直接来たってダメなわけですね。で、人間、簡単に言えば、聞いたり話したりすることできないです。話して言ってる内容は、ね、1000年経っても無能な話なんで、意味ないことを話してるだけなんです。ただ人間たちは確かなものだと思って話してるんだけど、